今日はブルックリンのレッドフックというエリアにあるバレンティーノピアという埠頭のご紹介をさせていただきます。この辺りには地下鉄が走っていないため、家具屋さんの愛系愛機の無料シャトルバスや MTA の一般のバスをご利用いただきます。こちらはヴェルザーノナローズブリッジ、こちらは自由の女神、こちらはニュージャージー、こちらはロアーマンハッタンの様子です。